皆さんおつかめの NMB48 のジオンことおかめのジオンです。はい、皆さん7回目のね、池ほのかちゃんと福野亜美ちゃんが来てくれたラジオの時に約束は守る女と言ったんですけど、覚えてますか皆さん。はい、もう一つ約束を叶えてきたことがありまして、なんと9期生の西山ちゃんとラーメンを食べてきました。パチ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 。はい、西山ちゃんがね来てくれたラジオの回の時に本当は行く予定やったんですけど、時間の都合で行けなくて、また行こうねっていう話をしてたんですけど、西山ちゃんがリベンジって誘ってくれて、もう行きました。嬉しかったです、めっちゃ。けど西山のラーメンを食べるスピードが異常すぎて、私まだ半分しか食べてないのに、なんか隣完食してるんですよ。もうそれがねびっくりしたんですけど、9期生のことももっともっと仲良くなっていけたらなって思いました。けどなんと今日は9期生からもゲストに来てくれるので、この後お楽しみに。では本日もジオンレディよろしくお願いします。サプライズ、びっくりしました。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日。 We love music, yes, FM。 改めまして、皆さんこんばんは。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、NMB48 チーム B2 のジオンこと岡目のジオンです。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 メンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は FM プラプラからパソコン、スマートフォンで簡単に聞けます。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組の公式 X もありますので、アットマーク JRO_ESFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて月曜日は毎回2人のメンバーをゲストに呼んでいるのですが、今回来てくれたのはこの2人。はい、マイチーこと平山舞です。よろしくお願いします。そしてはい、ほのぴーこと西田ほのかです。よろしくお願いします。お願いします。どうも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 。え、ちょっと待って、はい、公式 X になった。そう、ここまで関わってんねん。違和感しかないんやけど。けどまいちゃんは、私まだ Twitter です。もうずっと青い鳥が、ま、アップデートしてない。アップデートしてないんです。ずっとホーム画面に青い鳥がいるんで、たとえ世界中が X になろうと、私は青い鳥で勝負しますんで。勝負するんや。なるほどね。勝負しますよ。はい、ということでダンス、新生ダンスユニットよりほのぴーとマイティーが来てくれました、はい、そうなんです。ダンスユニットね。ユニット名決まってないね。やばいよな。ごめんなさいね、もう決めるんで、はい、まあ、このね、放送日までには発表されてるかもしれんし、うん、決まってるかもしれないです、うん、もしかしたらもうなんかね、うん、いつか冠できた時に、はい、発表、その時に発表かもしれない。確かに、うん、うわー、ちょっとダンスユニット名な、ジオンなネーミングセンスないもんな。ほんまダサい、はい、センスないんで。そうなんですよ。なんならちょっと募集したいぐらい。いや、そうなんですよ。ね、大半の方の方がセンスあると思う。確かに確かに。ぜひ送ってください。送ってください皆さん。はい、ということでね、オープニングでね、曲のリクエストをしてくださったメッセージを読みたいと思います。皆さんこんばんは。自分の中でNMB の夏曲といえばこの曲だと思うので、乃木一をリクエストしました。皆さんは NMB48 の夏曲といえばどの曲をイメージしますか。ねえ、夏曲、夏曲といえばけど私も乃木一ですね。いや、確かに、もうライブでも鉄板というか、うん、確かに確かに、うん、そうですね、はい、盛り上がるし。この夏どうでした。この夏この夏どうでした。もうだってさ終わりやん。いや、そうですね、確かに、うん、うわ、でも私は高校の時の友達たちと集まって河川敷で花火をした。うわー、夏っぽい。いい、めっちゃ夏満喫してるやん。山に車乗せてもらって、うんうん、星を見に行った。うわー、いいな。めっちゃいいですね。途中のなら、なんかその山のその絶景スポットみたいなところで、うん、なんかでっかい望遠鏡を持ったおじさんがいて、うん、せっかくなら覗いてみるみたいな言われて、すごい、覗いたらほんまに教科書で見るような土星が見えたの。すごい。ほんまに
周りにリングがこう重なってるやつ。それって本物なの？本物。ほんま。ほんまにもう2メートルぐらいの望遠鏡。すごい。を、もうちゃんともう望遠鏡おじいさんが望遠鏡でくれ、無料で見せてくれて、あとは天の川も見えたの。ほんまなの？それ全然偽物ちゃう。ほんま。多分さ、望遠鏡のレンズのところ貼ってやってもんだし、そんなのって思ったぐらいほんまリアルで、天の川も肉眼で見えたの。すごい。ジオンも会いたい。プラネタリウムみたいな感じで、こう奈良の方の山奥やったから、今もう星が一面綺麗。めっちゃいいですね。ほんまにすごかった。面白そう。行ってみたい。その日で私の夏は終わった。その日で満喫しすぎて。確かに確かに。日本でやった、なんか。私は休憩生とプールに行きました。はい、何それ。その温泉がついてるとこやったんですよ、だから裸の付き合いをして楽しみました。みんなの裸見た。はい、見ました。誰と行った誰と行ったん？9期生の青原若ちゃんと池田天奈ちゃんと渋谷さゆきちゃんの4人です。おー、大人メンバー。いや、そっか、私9期の中へと割とそうですね、年上。うわぁ、いいですね。似合っちゃったんか。似合いました。価値観。そうか。隠さずに。隠さずに来ました。確かにもう、裸の付き合いしちゃうと、もうなんかもう、もう恥ずかしいことない。確かに、確かにな。もう全部、見せびらかし。言い方悪いから。もういいね、プールも。プール行きました。はい。ということで、今回はこの二人を迎えてお送りしていきます。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NMB48。 ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということで、リスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います。それでは順番にめくっていきましょう。はい。高知県にお住まいのラジオネームナチュラルさんからいただきました。じっちゃん、マイティ、ホノピー、こんばんは。こんばんは。ホノピーは8月23日に9期生で初めて N 公演のまたぎ出演が決まりましたね。今回のメンバーとのダンスユニットへの参加も決まったし、 N 公演への意気込みを聞かせてください。マイティはチーム N の副キャプテンだし、じっちゃんも何回も N 公演のまたぎ出演をしているので、初日の時の思い出と初日を迎えるホノピーへのアドバイスがあれば教えてほしいです。そっか、この収録してる時点ではまだ、そうですね、もうちょうど緊張してる時期よ、はい、まだ。確かに。ああ、そうか。めちゃくちゃ緊張してますね。そうやんな。もうドキドキです。いや、そうよな。でも、ナンバラエティ公演は、はい、またいだことあるよね。そうですね。でも N ってね、ちょっとちゃうよな。確かに確かに。チームさんの公演にまたぐのが初めてなので、なんか精神的な緊張もあるし、そのやっぱ、ゆうみさんとかその、2期生、じゃないですか、ゆみさん。年上の方が多い。あ、そうですね。大御所だらけ。確かに。確かに。ちょっと、もう、同期もおらへん環境なんで、ちょっと緊張しながら頑張りたいと思います。そうよな。確かに。なんか苦戦した曲とかある？苦戦した曲は、なんやろ、もう全部難しくて。確かに。わかる。ややこい曲多いんだけど、細かくて。でも人魚のバカンスとかちょっと苦手で、意外、ちょっとどう、なんか私もゴリラみたいになっちゃうんですよ。もうちょっとゴリゴリすぎて真逆やん。だからもうちょっとその踊り方が難しくて。確かに人魚のバカンスはうまく海辺でみんなのバカンスこうふわふわって感じやから、確かに結構ゴリゴリか。そうなんですよ、もう。なるほどね。もうゴリラみたいで、もう。やめて、やばい。だからダンシングハイとか何や、あの、めっちゃうまそう。ダンシングハイも、でも、難しくて、もう、N さんの曲全部。バカンス邪魔せんとってな、ゴリラ邪魔せんとってな、ほんまに。海にゴリラはあかんもんな。そうか。スカイブルーになってしまうかも。確かに。いや、でも。アドバイスな。いや、でも、特に N とかは緊張する分、学ぶ部分がめちゃくちゃ大きいから、ほんまに何やろ、まあ緊張すると思うけど、何やろな、でもやっぱりそれこそもうチーム N で振りとかも固めちゃってる部分とかも多いから、そういうのを先輩とかに事前に聞いて、こう、馴染めるようにじゃないけど、こう、うんうんうん。何でも聞いて。聞いて。お願いします。全然付き合うんで練習。私が思うのは、もうあの N 公演ってめっちゃ楽しいんですよ。あ、そう。そう、めっちゃ楽しいから。えぐいで。
いや、ほんま覚悟しときや。いや、うん。そう、楽しいから、もう、うん、なんか、自然に笑ってるし、MC も面白いし、だから、もう、その自分が楽しめるぐらい、もう、振りを入れて、はい、もう完全に入れ切って、もうその場を楽しむことが一番大事かなと思います。その楽しさで、に、なんか、ついていけへんかったら、やっぱ雰囲気がみたいなになっちゃうから、はい、もう楽しむ楽しむ楽しめって楽しむあ楽しめます、うん、楽しもうぜ頑張ります頑張ってねゴリラだけは勘弁してくださいちょっと若干ゴリは入るかもしれないんですけどゴリっちゃうか、うん、ほどほどにお願いしますそうですねなるほどねじゃあ次行きましょう、はい、教えて大阪府にお住まいのラジオネームりょうすけさんからいただきました。 NMB48 の皆さんこんばんは。こんばんは。僕が教えてほしいことはダンスが上手い皆さんが参考にしているメンバーさんです。本日のゲストのマイティ、ホノピー、そしてパーソナリティのジオンちゃんは、ゆきのちゃん、アンジと共に次世代ダンスユニットを結成されるほどダンスに力を入れているメンバーだと思います。はい、もちろん皆さんのパフォーマンスも好きなのですが、パフォーマンスをする側の皆さんから見てすごいなと思うメンバーさんや、実はこっそり参考にしているメンバーさんなどが いらっしゃれば教えてほしいです。表情や手足、衣装の使い方など、どのメンバーさんのどんな部分を参考にされているのか教えてほしいです。なるほど。私あります。誰だ。じゃあ2人いらっしゃるんですけど、はい、ちょっと言っちゃっていいですか。言うよまずは1人目、塩月ケイトさん。あー、ケイトさん。はい、ケイトさんは年齢も身長とかも少し似てて、うん、で若いっていうのもあるじゃないですか、うん、だからめっちゃ元気な感じで、うん、もう飛ぶとこは飛んでみたいな。確かに。やししかもダンスが上手いじゃないですか、うん、だからもうついていきますって感じです。かっこいいもんね。そう、かっこいいから、もうなんかその元気良さとかも、うん、いつもケイトさんを思い出して、うん、公演とかもやったりしてますね。確かに。ケイトさん、なんでそんな飛べんのってぐらい飛び回りますもんね。ほんまにほんまにすごいね。で、二人目、はい、二人目は小島かりんさんです。かりんさんのあの足とかの使い方とかがすごく好きで、うん、あのめっちゃ N 公演でも私が、カリンさんが前でジオンがその後ろにいる時とかもあるんですけど、うん、あの、1回目にこうやってたから、あ、ジオンもそうやろうって思って、今でも入れてるとかあるんですよ。パクってんのか。そう、パクってる。多分バレてないと思うんですけど、実はパクってるところがあって、多分みんなしてないと思うんですけど、私は実はパクってるので、見つけてください、皆さん。ね、それで言うと自分も2人いるんですけど、はい、まずその、ジオンとしてのカリンさんが、はい、あの、カリンさんとそう背丈も、こう、うん、体型とかも結構似てる部分があって、それこそ自分が入った時とかも、こう自分、こうカリンさんと見比べた時に、うんうんうん、なんか自分はこの身長を活かせてないなとか、この手足を活かせてないなってところを、カリンさんはもう、なんてやろ。やっぱ手足のあの長さを活かした踊りが上手いからこそ、こう真似しようじゃないけど、こうなんか体型が似てるからこそ、カリンさんをこう参考にさせてもらってるとかあるし、あとは、シンシンさん。おーら、シンシンさん、シンシンさんってマジで踊り方が可愛い。めっちゃ可愛い。だから自分逆にほんま最初苦手やったからこそ、シンシンさんの踊り方を見て可愛い曲とか特に、あ、こここう首を入れるんやとか、もうちょっと手首曲げたりとか、すごいよな。そう、だからそういうところを、皆さん、いろんな先輩のいいところをこう吸収して、どんな曲でも踊れるようにっていうのはやってますね。なるほど、いいですね。可愛い、可愛い、マジで。で、ホノピーは？私は師範のゆうみさん。あ、ゆうみさん、ゆうみさんね、はい、やっぱりもう師範じゃないですか。師範、踊り方からも師範じゃないですか。師範すぎる。だからもうめちゃくちゃ参考にしてるのと、はい、もう一人いて、私も、うん、和田美優さん。あら、美優ね、はい、なんかもう可愛いじゃないですか、もうほんまに、もう見てるだけでもう可愛いってなる踊り方してはって、もう私はに足りないところばっかりなので、その映像とか見て、そのみゆさんなんかお尻の振り方がめっちゃ可愛いんですよ。確かに。私もお尻の振り方を真似してます。でもあのみゆの真似落ちすぎると先生に怒られる可能性もあるから、ほどほどに。わかりました、ほどほどに真似します。ほどほどに真似した方がいい。いいね。確かに。ほんまもう先輩みんないいところありすぎて、全員を参考にしてるかも、もう正直。そうですね、ほんまに、ね、そうなんですよ。もっともっと極めていきましょう。頑張ります。頑張ります。じゃあ続いて読みましょう。教えて
ラジオネームホラドーさんからいただきました。皆さんこんにちは。こんにちは。メールの打ち間違いについての質問です。あら、僕のおばあちゃんが最近携帯を持ち始め、たまにメールでやり取りをすることもあるのですが、はい、かなりの確率で打ち間違いをしています。この間おばあちゃん家に行ったのですが、その間おばあちゃんは出かけていたので帰ってくるかどうかの確認の連絡をしました、はい、おそらく一旦家に帰りますと打ちたかったと思うのですが、おばあちゃんからは一旦もめへ帰りますと送られてきました。おばあちゃん俺妖怪じゃないよ。皆さんに質問ですが、皆さんは打ち間違いをすることはありますか？もしあればエピソードなども含めてぜひ教えてもらえればと思います。なるほど。一旦もめんで帰ります。うわ、それ送られてきたらどうしよう。俺妖怪じゃないよ。もうめっちゃ面白い。返しがおもろかった。ちゃんと伝えないとね、それは。妖怪じゃないよって。うわ、なんやろな。そ、ね、それこそ7期生が入ってすぐの時に、はいはい、そのマネージャーさん込みのグループラインで、はいはい、そのみんなが朝起きたらこう体温報告をするみたいな、例えばこう 36.4 度問題なしですみたいなのを一人一人送るんやけど、うん、はい、みんなほんま起きてすぐ送るから、寝ぼけてるのね。そうですね。だから誰、黒田風和とか、うん、365.4 度問題なしですみたいなあるやろみたいな。誰やっけ。あとは、まあ、36.4 度まではいいねんけど、うん、モンスターですみたいな。もしか合ってないね。なんなんみたいな。そう、みんなしかもそれもう一回二度寝するから、ずっとそれが残ったままやの。取り消しもせえへんから恥ずかしい。気づいてないねんな。同期のこっちが恥ずかしい。ほんまに。そう、それはあったかな。でも確かに確かに、ね、あったあったあった、うん、面白かった。懐かしいわそれも。確かに。いやけど、なんか面白いエピソードとかじゃないんですけど、打ち間違いとかほんまにあります。ありまくりすぎて、うん、本当に今でも誤字系が多くて、そう、はい、私、見ずに打ったりすることもあるんです。なんでな。ノールックで、すごい。ノールックでやるんですよ。だから、なんか、適当に打って、なんかテレビ見ながら、あ、これ面白いかも見ながら、うん、って見ながら打って送ったら、なんか全然違うこと打ってたみたいな。あ、なるほどね。まるまるしましたやったら、まるまる、ケタスタみたいな。なんでやろ。そう、なんか一行ずれて違うところスライドしてるみたいな、そう、そういうのがあって、それはよくありますね。あ、はい、そうか。確かに。私は送信先を間違えることがあります。あ、NMB あるある。でも悪くない。私は9期生の LINE に、お母さんに送るはずやった何時何分に家着くみたいなやつを送っちゃって、9期やから、まあいっかって言ったんですけど、ごめんだけ送って。たまに、のメンバーとかマネージャーとか全員入ってる、もうほんま何十人とかおる、全体の LINE に送る人おるやん、たまに。おる。おる。こっちまで早起きしたら、早起きしたら。そう、だからその人から通知来たら、絶対誰か間違えてるなと思って、ジオン通知押してまうもん。そう、すぐ見に行く。そう、すぐ消えちゃう。私もスクショします。スクショしてます。一番悪いやつだ。スクショしたくなるけど、しようとした瞬間にも消しちゃうから、みんな。そうそうそう、あるですね。次こそ絶対スクショしたろ。はい、ということで今回はここまでです。このコーナーでは私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問をお待ちしています。平山舞です。これを聞くと夏の思い出が全て蘇ってくるような、少し切なくなるけど大好きな楽曲です。フジファブリックさんで若者のすべて。ここからは私、亀のジオンことじっちゃんが遊びに来てくれたメンバーとゲームをやってみようというコーナーです。はい、ではここからは私、ピッピーノが進行します。ピッピーノ、ピッピーノ珍しい。はい、最初のゲームはワードお絵かきゲームです。おお、なになに。2人1組になってお絵かきをするゲームです。お題になっているイラストを口で説明していき、それを聞いてペア相手が紙に書いていきます。果たして否定通りの絵がちゃんと描けるペアは誰でしょうか。なるほど、なるほど、はい、順番がじっちゃんさんからピッピーノにお題を出題するペア、はいはい、でピッピーノからティーヤマさん。ティーヤマさん、ティーヤマちゃん、もうこのままじっちゃん、ティーヤマちゃんとかでいこう。わかりました。ティーヤマちゃんからじっちゃんさん。
さあ、じっちゃんさんの、じゃあ、順番で回していきます。それでは参りましょう。まずは、じっちゃんが説明、ピッピーノがお絵かきのペアで挑戦します。じっちゃんとワード絵かきゲームやってみよう。スタート。あら、はい、ということで、用意、準備は OK ですか？はい。まず、三角を描きます。三角？はい。三角？三角を描きます。あ、まぁ、あ、ちょっと、ね、三角。ふわふわな感じかなと思って。直角で描いてしまった。まぁまぁまぁ、思ってもらったら。はい。で、まぁ、あ、その下の方に、はい。四角、細長い四角を描く。これも、中？中に描く。中に。まっすぐ。あ、これはまっすぐ。とか、あ、まぁ、ちょっとふわってしてても大丈夫やね。全然。え？あー、うんうんうん。うんうんうん。こんな感じですか？まぁ、その、ね、上に、はい。角みたいな感じを二つ。角みたいな感じ？真ん中ぐらいから出た方がいいかな。真ん中ぐらい。あ、まぁ、そんな感じ。あ、まぁ、それも、まぁ、ちょっと、って感じ。あの、ちょっと先に言ってください。ごめん、書いたと言ってもな、ごめん、勝負できひんから。まあ、ふわっていう感じやと思っていて、はい、で全然できひん。そうそうそう、はい、で、まあ四角のところはまあちょっと塗りつぶし系かな。塗りつぶし系、うん、OK です。え、終わりですか？え、はい、え、カン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 、終わりです。はい、こちらです。何これ、これ何ですか？まあ、え、これは、これを、まあ、その、書いた人は、ジオンが何を出したかっていうのを当てるっていうあれなんですけどね。ほのぴーが、じっちゃんは何を言いたかったか当てるってこと。私は何を言いたかったか。え？まあ、直角じゃなくて、ふわふわって感じって思っていただいた方がいい。はい、直角で書いた方だからな。そうそうそう。想像が大事。今思ってるのは、はい、5月人形の兜。あー、違います。あー、多分、確かに、ぽいんですか？ぽいっちゃぽいけど、まあ、直角ではない。もう分かんないです。え、何やと思う？何これ、マジでおにぎりにしか見えへん。あ、おにぎり、え、おにぎりですか？焼きおにぎりくんのおにぎりの正解はエビ天にぎりです。違うで、違うで、これはな、エビコン、エビコンで出てないやろと思うやろ。これを参考にしました、私は。なんだエビやん、エビ。わからないですよ、これ。むずいやろ。ちょっとむずいです。はい。まあ、確かにおにぎり、まあまあまあ、まあ、三角で言われたら。そう、海苔やろ。はい。そう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 。で、まあ、エビの尻尾が出てるよっていう。確かに。よく食べるでしょ、公園の前とかも。まあ、食べるな。食べるやろ。お弁当に出るやつやな。言われたらちょっとわかりますね。ってことですね。はい、こんな感じで次は、ほのぴーか、はい、ピッピーノから、ティヤマちゃんに、ね、ティヤマちゃんが、ティヤマさんに出したいと思います。ティヤマさんやめてくれへん。じゃあ、私が書きますね。はい。はい、じゃあ、大きい丸を書いてください。はい。で、その中に、なんだろう、これ。へ、平を、このひらがなの平を曲線にした感じのやつを書いてください。え、どこに？上の方。上の方。ひらがなの平を曲線にした感じ。曲線にした感じ。曲線？曲線です。あ、オッケーオッケー。で、それをもう一つ書いてください。もう一つ？はい。え？その下ぐらいに黒い丸を二つ書いてください。どこに書くかも大事やもんな。そうやね。え、それはもう聞いたらあかんってこと？うん。それはもう自分のあれでいこう。お、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 お。で、その下の、端っこの方に、下の端っこ。丸を書いてください。で、その横にもう一つ。ちょっと字を分かったかもしれん、これで。ちょっと待って、分かる！その横にもう一つ書いてください。あー！ちょっと、ちょっと分かった？ちょっと分かってんけど。だからこれ、ちょっとな、思ったでしょ、もう。じゃあ、その下に、半円を。うんうんうん。完成です。あああああああ。わけだ、これ簡単やったかも。確かに。答えが当たってたらね。答えは、絵は何にして。じゃあ、一旦絵見せるね。はい。せーの、どう角く一応。あ、けど、ぽい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 。わかるわかる。答え当たってたらいいよ。うん、いくで、うん。アンパンマン。正解だ。
めっちゃおじいちゃんの映画さんも、ね、デコのシワ2本入ってアンパンマンがちょっと丸3つで分かった、このほっぺたの。あ、確かにそれがな、大事だった、はい、なるほどね、素晴らしい。あ、まあけど答え合ってたから正解ですね、はい、あ、よかったよかった、なるほどね。まあまあいけたんちゃう、でもこれ、うん、確かに確かに。じゃあ、じゃあ続きまして、私がティーヤマちゃんがじっちゃんに説明します、はい、お願いします、はい、じゃあいきますね、はい、まず視力検査の下に穴が開いてるやつを右と左に書いてください。おでかく、あ、聞いたかな、まあちっちゃめで、でそれをこう丸丸でこう、あ、書いたジェスチャーで書いたちょっと横長の丸を書いてた。はい。あ、じゃあ、その上にちっちゃい丸を2つ書いてください。ちっちゃい丸。ちょっとでかかったやつやん。ちっちゃい丸2つやん。今のじゃちょっと何かわかんないですね。終わった。終わった。終わった。頑張るわ。はい。その。丸の中に、この中に、いや下の丸の中に、ちょん、あ、短めの棒を2つ書いてください。短めの棒2つ横かとても分かんない。短めの棒、うん、何やろう。そしたら、真ん中よりちょっと下らへんに、はい、漢字の山を丸くしたやつを書いてください。感じないまま丸くしたやつ。あ、その下に U の字を書いてください。あ、でもなんかぽいの。で、まあその、まあ、左右に4本ずつ線を書いてください。左右に4本。左右、あ、こっちかな。じっちゃんの、あれ任せるわ。その左右やから。完成。何ですか？え？じゃん。何やねん。え？何やと思う？待って、これはむずない？絶対さ、最初じゃん、豚かなと思って、これ。あ、確かに。丸に、でっかい丸やったから、うん、はい、ちょっとでかく来すぎたかなと思ってん。うん。うん、これ、ちょっと飛び出てるやつやん、これ。何これ、何これ。ビーバー。正解は、ちいかわでした。あらちょっと待ってよ。だからそれはその最初の視力検査のやつだったやん、うん、これは耳の部分、耳の上から行くタイプね。でそっからこう丸を破壊してほしかったのに、うん、君はそれを包んでしまって大きな丸で周りって言わなかった。そうで修正しようと思って、うん、丸を上に書いてください、それを耳に次しようと思ってんけど、うん、逆になんかそれ意味わからんほくろみたいなのにしてほくろ食べてても私そう。これは何？この U。あ、それは口。ああ。あ、こ、口は合ってたってこと？そう、このキャラクターあるあるのさ、ぷにゅんって言った口で、あの、4本線はほっぺたのこの、あれみたいな。うわー、これはむついて。もう、これはじっちゃんが先般ですか？すいませんでした。まあ、しゃあない。ということで、次の企画に参りましょう。続いては、やってみよう！じっちゃんにバースデープレゼンツをやってみよう。どういうこと？間違えた。バースデーサプライズ。サプライズ。ちょっとこれじゃないの？ストップ待ってよ。はい、ということでここからは9月2日に16歳を迎えるジオンのお誕生日を私とホノピーで祝っていきたいと思います。やったー。改めてジオンおめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。プレゼンツとか言っちゃった。、まあ、プレゼンツ今からしていくんで、はいはいはい、じゃあまず私たちプレゼントを用意したんです。本当、はいはい、じゃあティモティから出す。はい、出します。あら、どうもサプライズだからカバン持ってきてたんだ。なんでこっちまで持ってくるんやろ。じっちゃんはここちゃんと持ってきました。すごいよ。え、ありがとうございます。ちゃんとプレゼント。なになに。バスボールと靴下が入ってます。うん、嬉しい。ジオンのね台本にはまた違うゲームの、そうゲーム加えてたからあんだけ説明してもらった。あ、靴下マイメロや、かわいいねんけ
ど、はい、ぽいなと思って。うわあ、え、これなんかどっかで見たことある。なんか宮本亜美ちゃんもツイッターかな、ツイッターかな、お揃いですね。すごい、すごいよ。食べっ子動物とポケモンのバスボールみたいな、あともう一つあって、何じゃーん、うわパーフェクト、今日の主役の、今日の主役、ありがとうございます。ぜひつけてください。あっけいや、それつけていいしてますね。すごい、さすがやな、ほのき。あ、はい、めっちゃ嬉しいと思うよ、これ。え、何何気になる、何多分普段から使ってるというか、あら、ほんま今の時期にもぴったりやし、ジオにもぴったり。はい、ちょっと待って、いくね、せーの、じゃーん、楽しいお祭り屋さん。ぴったりですね。確かにぴったりやな。ありがとうね。らしく伸びていくチーク菓子です、これ。あら、チーク菓子、これは好きだよ。チョコバナナ、かき氷、トウモロコシ、リンゴ飴、全部作れる。聞いてる、すごい、聞いてる。助けに夢中でさ、ちゃんと買ったのに、これありがとう。そうやね、お祭り屋さん、そう、作って食べれるから、うん、もう嬉しい。対象年齢は6歳ぐらいかな。まあ、今年で16歳、10歳違い、10歳。そう、でもこれ粉のまま食べたらあかんし、ちゃんと作り方に沿って作ってな。わかりました。何歳やと思ってる。つまようじも入ってるけど、そのつまようじも食べちゃダメね。わかりました。おめでとう。やったー、おめでとうございます。わー、すごい、ありがとうございます。これちょっと、ちょっとどうしたらいいかな。タスキが、はい、でもこれつけたからではな、はい、家帰るまでこれでいいからですよ。マジ今日主役やから、はい、電車乗るで、これで。いいよ、はい、全然2時間、3時間、4時間、うん、ずっとこれ1時間ぐらい乗るで。いいよ、どこに住んでんの。どこに住んでんやろ、じっちゃん。嬉しい。そうなの。やったー、ありがとうございます。で、はい、ここでお祝いのお手紙も書いてきました。何それ、ほんまに。じゃあちょっとこのピーから、はい、手紙を見たいと思います。えらいな、ほのぴー、ちゃんと封筒にも入れてるわ、はい、優しい。シールも貼って、はい、お、じゃあ読みたいと思います。ジオンさんへ、お誕生日おめでとうございます。生誕祭だ。前のライブの時からお話しさせていただくようになって、優しくてとっても話しやすくて大好きです。前に B2 さんの公演を見学させていただいた時、ジオンさんが可愛い曲は超キラキラの笑顔で、かっこいい曲はダンスもバキバキでかっこよくて、ずっと目で落ちちゃってました。やった、ダンスユニットを一緒にできて本当に嬉しいです。これからもっと仲良く含めていきましょう。ラブです、ポノピーより。おー、ありがとう。いいね、この嬉しい、この BGM もね、普段劇場公演で流れる生誕祭の時の BGM やから、はいはい、そうなんです。うわー、嬉しい、公演でも見てくれてただなんて、ね、素敵。じゃあラブ、お、いいね、手渡しで。続きましてもじっちゃんとは、はい、じゃあ約3年ぐらいね、そうですね、同期として活動してきたから、はい、中んとってな。あ、分かった、頑張る。ほんまレタスの折り方。読みます。はい、じっちゃんへ、6歳のお誕生日おめでとう。6歳。来年からは念願の小学校に入学だね。お友達100人できるかな。はい、じっちゃんは可愛いのにダンスも上手で、 NMB に入った時は周りの7期生からスーパーキッズと呼ばれてたよね。でも私はじっちゃんは本当は兵庫県のヤンキーなんじゃないかなと思っています。おい、小学校では連れ100人じゃなくて友達を100人ちゃんと作ってね。はい、じっちゃんと同期でよかったよ。新チーム N でもよろしくね。大好きだよ、まっちゃんより。まっちゃん、まっちゃん、じっちゃん6歳やからの、全部ひらがなで書いたの。全部ひらがなで書いたからね。そう、6歳おめでとう。友達100人、連れ100人。連れじゃない、大丈夫。今日のヤンキーでもないから、ヤンキーじゃない、大丈夫で、安心してください皆さん。だからこのちゃんと楽しいお祭りやさんでした。なるほどね、すぐ伏線回収、伏線回収したから。ここでね、そう、うわ、これも全部ひらがなでありがとうございます。食べ方わからんか、私ちょっとわからん、このまま落とすわ。ありがとう、そう、嬉しいけど、ありがとうございます。いや、よかったよ。何それ、聞いてないんだけど。まあ16歳か、はい、ってこと、え、学年で言うと、学年で言うと高1です、今。お、あ、高1です。すごい、高1か、はい、入った時小6やったっけ、入った時中1です。あ、そうなんだ、若っ、はい、
すごい。やばいですね。あっという間ですね。あっという間やけど、はい、プレゼントの感想でもいいしも、はい、16歳の意気込みも、はい、お願いします。じゃあじいちゃんプレゼントありがとうございます。いきなりのねサプライズでびっくりしたんですけど、うん、すごくすごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、16歳は全力で頑張ってあ、そうですね、あの16歳の目標は選抜復帰ですね。やっぱり、うん、今28枚目シングルが出てから、うん、発表されたんですけど、うん、そこに名前がなかったのでファンの方もねすごくなんか励ましのコメントだったりとかも言ってくださってすごくねありがたかったんですけど、私はもう次29枚目のね、うん、シングルに向けて全力で頑張りたいなって思うので、うん、次の時には名前が書いてあるように頑張ります、うん、ので応援よろしくお願いします。いいぞ。もうこれ聞いてるジオン国民さん大号泣ちゃう、はい、大号泣みんな泣かないで生誕祭第2の開けましたけど、はい、こんな楽しいお祭り屋さんとかふざけてごめんなさいすいませんほんまにひらがなでな、ひらがなで書いたけど、うん、ありがとうけど嬉しいです、ね、めっちゃ改めまして、はい、本当おめでとう、めでとうございます。ありがとうございます。それでは以上じっちゃんにバースデーサプライズやってみようのコーナーでした。西田ほのかです。9月2日亀のジオンさんが誕生しました。 2760g の可愛い女の子です。そんな小さかったジオンさんももう16歳、これからもすくすく成長していってください。熊木あんりさんで誕生日。目撃者は誰だ。このコーナーではリスナーの皆様が目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さてどこで誰が目撃されたのでしょうか。早速紹介していきましょう。まずは大阪府大阪市にお住まいのラジオネームみそたこさんからの投稿です。目撃メンバーはマイティ。先日行われたバチバチ NMB48 の収録でのことです。チーム対抗5番勝負という恒例企画があり、まず初めの対決は顔面ラップでした。そしてチーム代表として選出された平山舞ちゃん、そのお相手はなんと初登場の9期研究生アミタンこと宮本アミちゃん。13歳の中学1年生でつい最近生まれたばかりの赤ちゃん。初バラエティということもあり緊張していたアミタンですが、ついに試合開始。するとものの数秒で鳴り響く試合終了を知らせるゴング。平山舞ちゃんの圧勝です。アミタンは家で顔面ラップの練習をしていたそうですがなかなかうまくいかず、平山先輩は丁寧にコツをレクチャーしていました。加入後半年の13歳を相手にしても一切手加減をしない平山舞ちゃんのプロ根性に感動しました。アミタン練習してたんや。かわいい。めっちゃかわいい。アミタンと手加減したのにやってあげてよ。いや、そう、自分も初めてやって。そうなんですね。ラップが、そう、なんか全身体質が今までやってんけど、顔面ラップが初めてやったから、そうなんや、どんなもんか分からへんくて、でも、こう先輩とかに聞いてると、もう思いっきり行った方がいいっての聞いたから、思いっきりやったら結構案外すぐ破れちゃって、もう行っちゃおうと思ったら、ほんま手加減もせずに、アミちゃんに勝っちゃったっていう。あら、練習してたの可愛いな、めっちゃ。え、お母さんと練習したんかな、見た。丁寧にコツをレクチャーしていました。丁寧に。何人レクチャーしてんねん。ここからじゃなくてもう、まっすぐ行くみたいなところ。そう。ちょっとなんか何かを失ったような気はしたけどね、やっぱり顔面ラップで。そうですね。確かに。やっぱりファンの人はね、うん、どうなんやろう。まあけど、ね、バラエティーとしてね、うん、あの、勢いよく行ったから。そう。そうです、ね。恥ずかしがる方が恥ずかしいから。そう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 。そう。いいと思う。後悔はない。うん、いい。やりきった。素晴らしいです。これ、乗り越えたからね、何でもできるよ、うん、これから、ね、ジオンなんか急にパリピなったな、 なんかそう、さっきのね、なんか追加されたあのバースデーサングラスみたいなのも、はい、おでこにつけて、はい、楽しいです。しかも今日なんかタンクトップ着てるんよ、じっちゃんが。そうなんです。余計ギャルみたいな。あら、でも違和感全然ないです。ないよな、やっぱ兵庫のヤンキーの連れが。そうやな、連れいっぱいいそうやけどな。どういうことやね。じゃあ続いていきましょう、はい、大阪府にお住まいのラジオネームシーンアットジオン国民さんからの投稿です。目撃メンバーはほの9期生で3ポジション
をできるのを皮切りに6月18日にはナンバーライティ公演の9期生で1番に出演されると、7月15日の NMB48 加藤優香卒業コンサートではダンス選抜としてマストビーナウ、野蛮な求愛といった難曲を難なくこなし、8月1日にはダンサブル の妹分ユニットに参加決定、8月23日に夢中ライブにまた出演される予定と、ダンスメンバーとしてのご活躍は素晴らしいものがあると思います。9期生の副キャプテンとしても9期生を引っ張ってくれており、普段のショールームなどで見せるおちゃらけたイメージと違い、実はしっかり者で、キャプテンの若ちゃんや他の9期のメンバーさんから頼られる存在です。今後もその類いまれなダンス力とコミュニケーション能力で9期生を引っ張っていってほしいと思います。5、3人は全員がダンサブルの妹分ユニットのメンバーさんですね。まだセットリストが決まっていない状態のようですが、初カムリライブをぜひやってほしいです。ちょっと噛みすぎました、すいません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、確かにいろんなポジションでいろんなまたぎとかな、そんなやってないんで全然そんな、すごい、すごいよ、めっちゃすごいね。まずなんかその9期生とかの研究生の中で誰よりも一番にまたぎ出演するっていうのが結構でかい、でかい、でかいですか、うん、今後の自慢になるよ。うん、自慢します、自慢しまくり、うん、いやいや、そんな自慢できるほどの、いやいやいや、あのできてないんで、もう謙虚だね。でもハノピーはちゃんとその先輩がおる中でも MC で自分から発言できるのもあるから、すごい。でも先輩おるとじっちゃんずっと静かだもんね。私は黙っちゃう。そう、うん、N とか出るとじっちゃん黙り込んじゃうの。そう、で自分の番が来たら喋ったりね。はい、そうなんですよ。ほのぴーちゃんとこう合図とかもちゃんと入れたりとか。いやいや、私も多分 N さんの声出たら多分もう、うん、地蔵って言われます。いやいやいや、もうほのぴーやからな、あのもう地蔵になってしまいます。ちまたやねんとかして、うん、してよ、やっちゃっていいと思うよ、うん、披露してほしい。いいですかね、うん、バラエティ公演やからやっていいんかなって思ったんですけど、でも誰かしら、うん、気向いたら拾ってくれると思う、うん、気向いたらですか、気向いたら、怖い、一か八か。うちまた、うちまた、ちょっと考えておきます。めっちゃ大好きやから、うん、確かにやってほしいね、やってほしいね、すごいですね。頑張ってね、副キャプテンも。はいね、じゃあ続きまして読ませていただきます。はい、東京都にお住まいのラジオネームカルちゃんさんからの投稿です。目撃メンバーはジオン。メンバーさんに寝姿を撮られることがよくあるジオンちゃん、はい、寝姿も可愛いです。そんなジオンちゃんがミュウこと和田ミュウちゃんのことを夢に見たとかでメッセージを送られていたみたいでした、はい、夢の中でミュウちゃんと喧嘩しちゃったとか、はい、マイティホノピーは夢にメンバーさんが出てきたことありますか？よければお話聞かせてもらえると嬉しいです。おー、そうなんですよ。喧嘩したんや夢。喧嘩した、やだ。どういうあれで？なんか劇場のところで、うん、はい、座ってたらなんかめっちゃ言われて、もうジオンがわがままやからやでみたいな。そう、なんかわがままやったらしくて、うん、なんかもうそれがずっと前から思ってたみたいで、うん、なんかそれをもう全部言われて、うわぁ、うん、リアリティー。そう夢の話ですよね。そうなんです、これもねちゃんと夢なんですけど、そうでちゃんとその後ね嫌やったから夢占いをね調べてみたんですよ、はいはい、じゃあその人とは喧嘩したくないからみたいな、その関係を崩さないようにみたいな不安とかそういうのがあったらしくて、なんでまあみゆちゃんと喧嘩するからその夢を見たとかじゃなくて、私の気持ちが夢に出てたってことですね。はい、みんなずっとこれからも仲良くしたいってことだよね。はい、そうなんです、仲良くしたいですね。仲良くしてね、現実でも、はい、メンバー出たことある夢に。ある。あ、なんかね、うん、トイレ行ったら、はい、カレンさん、原カレンさんが泣いてたの。えー、えー、と思ったら、うん、トイレの便器に NMB のポスターが捨てられてて、うん、それをカレンさんが泣いてるとこを舞が見つけるっていう、うん、まあ、ないと思うないやのな、そう、でもカレンさんってさ、もうそれこそ NMB への愛がすごいから、はい、そう、まあ、絶対もしよ、うん、あってほしくないねんけど、うん、絶対な、もし捨てられてたらほんまにカレンさんは泣いてしまうやろなっていうのを思ってた。確かに、うん、言ってはないけどね、カレンさんに伝えてはないんか、伝えてはないけど、うん、ちょっとなんか切ない夢な。なるほどね。なんさ、捨てないでくださいね、ポスター。絶対捨てないでくださいよ。トイレの便器に。そう、嫌や
ゴミばっかりも嫌やけど便器ってな、便器はなんかより嫌ですね。ちょっとでか夢占いで調べてみよう。調べよう調べよう。そうよ。やる？ホノピーは。私はあのリアリティないんですけど、救急車のみんなとゾンビに追いかけられました。え、ゾンビに追いかけられたの？はい。でもうみんながどんどんあの先生離脱していって、うん、最後私だけ残って、うん、私が一人戦ってました。ゴリラすぎみんなもアミちゃんとかすぐにもうどっか行っちゃってあらもうすぐ LINE しました。起きて救急車。おいけてるってみんなゾンビ食べられたんです。何の話やねん。そうなんです。いや確かにおもろいね、夢の話は。やっぱり面白いです。確かにね。皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。以上、目撃者は誰だでした。亀のジオンです。もう8月の終わりになり、夏も終わりですね。この曲を聴きながらもうちょっとだけ夏を感じましょう。清水翔太さんで夏の終わり。エンディングのお時間です。皆さん今日はありがとうございました。楽しかった楽しかった、はい、めっちゃ、ね、そのサプライズもねびっくりしたんですけど、うん、めっちゃ嬉しいです。そんな感じですから、もうそのサングラスもつけたまま帰ってな。はい、わかりました。これでね、まあ1時間2時間3時間、どこ5時間くらいの電車乗りたいと思います。遠いんやな、多分いいんやな。そうそうかそうかということで、そろそろお別れの時間です。今日は SKE48 さんの絶対インスピレーションを聴きながらお別れしたいと思います。はい、この曲はねやりたいですよね。ねえ、ほんといつかこのダンサブのさんの妹分でもやってみたいなって言ってる曲だっ、はい、そうなんです。いつか やりたいです。いつか、はい、いつかやりたい。めっちゃ主張する。明日火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命の皆さんがお送りしますのでお楽しみに。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 亀野ジオンと平山舞、そして西田穂乃がお送りしました。来週も聞いてくださいね。おつかめの最後はラジオで TikTok。 今から TikTok に投稿する動画を撮影します。この後投稿するので皆さん亀野ジオンの TikTok を確認してください。それではワンシーンだけお聞きください。わあ、めっちゃ笑ってる。オッケーです。ありがとうございます。